はい、こんにちは。テニスライズの川井です。今回は、あなたのレッスンは大丈夫？こんなコーチには習ってはいけない7つの特徴というタイトルでお話をしていきたいと思います。コーチに習っている方というのが多くいらっしゃると思うんですけれども、まあそのコーチがですね、まあスクールであったり、町のレッスンをされているコーチであったりとか、たくさん今いらっしゃると思うんですけれども、その中で自分がやはりそのレッスンを受ける中で、自分に合ったコーチというのをやはり選ぶことがテニス上達をするためには、重要だと思うんですね。で、その自分がテニスを上達するために、今現状の自分が置かれている状況、技術、技量ですね。っていうところをちゃんと理解して、レッスンをしているのかどうかというのを今一度確認をしてもらいたいと思うんですね。で、その中で、まあちょっとピックアップをして、こんなコーチの行動を見たら、ちょっと注意という点で、ご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。はい。こんなコーチには習ってはいけない7つの特徴、その1ですね。これは、デモンストレーションをミスするコーチです。これは、グループでレッスンするときには、こういうショットを打ちましょう。ね、こういう球筋で、打ってください。要は、理想のフォームとか、理想の球筋というのをイメージしてもらいながら、レッスンを進めることが多いと思うんですね。で、それをやはりコーチがミスを重ねてしまったりするという場面ではやはりネガティブなイメージをつけてしまいますので、これは必ずミスをしないようにコーチも意識しているはずなんですね。なのでそこでミスをやはりしてしまうというのは、逆に言えばそこまでのそのショットに対してコーチがまだ技量的に足りない部分があるということが言えてしまうわけです。なので、そこでしっかりとデモンストレーションをすることが、ミスをしてしまうコーチというのは、そのショットを教えるにはまだちょっと至らないんではないかっていうところが見えてしまうわけですね。なので、デモンストレーションというのは基本的にはやはり皆さんに見せて、こういうのをしっかりと打ちましょう。コーチとしては、こういう理想があって、こういうふうに打ってもらいたいっていう思いがあって、それがどういうふうにすれば打てるかというのを見せる場面であるので、そこをしっかりと見せてもらえるコーチについていくということが重要だと思います。はい、こんなコーチには習ってはいけない7つの特徴、その2ですね。これは年齢の高い人にエア系を教えてはいけないということです。これは当然その年齢の高い方から若い方までグループでレッスンをすることというのはあるんですけれども、やはりその中で年齢に応じたやはりことをレッスンの中では各々の方にしていただくということが必要になるわけですね。その中でやはりその上の方の年齢を考えず、体力とか技術とかですね、それを考えずにパワーを大きいものをしてしまうというのはなかなか難しいと。当然、年齢の高い方でエア系を使うということが実際のプレイにあるのかと言ったら、まあ、まずないわけですね。なので、そういう中で、そのコーチがそういうことを求めてしまうということについては、やはりちょっとレッスンとしてはちょっと難しいのかなと思います。なので、できればそういう技術的なこと、体力的なことを考えてもらって、た上でのレッスンをしてもらえるコーチというのを選んでいくということが重要なのではないかと思います。はい、こんなコーチには習ってはいけない7つの特徴、その3ですね。ラリー練習の時に自分の練習をしてしまうコーチです。これは、やはりその実際に球出しを練習をして、その後に生徒さん同士と、まあ皆さん同士とコーチが練習台になってラリーをする機会というのもレッスンの中では組んでいることが多いかと思います。で、その中で、やはりそのコーチがですね、実際に自分の練習をちょっとしてしまいがちな部分というのがあるわけですね。で、ただ、その自分が練習をするというところが、まあ、強くなってしまうと、やはりその相手が打ちにくかったり、皆さんの練習になりづらくなったりとか、もうちょっと言えば、自分が強い球を打てることをちょっと優越感になってしまってるっていう、ちょっと言いづらいですけど、まあ、ちょっとね、
若気の至り的なコーチもいらっしゃると思うんですね。なので、そういうところで、やはりその自分のことをしっかりと見てくれる、要はラリーの練習の中でも、自分がどういう風になってて、どういうことを指摘するか、ということが重要になります。なので、コーチは、やはりその生徒の方をしっかりと見て、自分が受け手となってプレーをする。そして、実際に生徒の方を見て、どういうことがいいか、どういうところがまだもう少し頑張ってほしいかというのを見る余裕がある必要があるわけですね。なので、当然技量的にそれだけ見るための余裕ができるコーチをしっかりと選ぶことが、実際の自分が今の技量からアップするためには必要になっていくわけですね。同じだけの球の速さとか、同じだけの当然技量であれば、そういう余裕がなくなってしまいますから、そこをしっかりと必ず自分よりも上の技量、そして自分よりも上の見る目というところをチェックしてコーチを選んでいくということを心がけてみましょう。はい、こんなコーチには習ってはいけない7つの特徴、その4ですね。レッスン後に重要なアドバイスをしてしまうコーチということです。当然そのレッスンの中で、先ほど言ったようにラリーの中でのアドバイスとか、球出しの中でのアドバイスということをコーチの場合はしていくわけですね。で、そのアドバイスがやはり的確であるか、自分にマッチしているかということをしっかりと確認することが、自分が受けるレッスンとしては重要になるわけです。で、その中の一つとして、やはりその最後にアドバイスっていうのがまあよくあるんですけれども、その最後のアドバイスというのは、まあ総括で、まあ言うことがあるんですが、実際その皆さんがレッスンを受けることっていうのは、まあ週に1回もしくは週に2回とかっていうことが多いかと思うんですね。そうするとその週1の方がレッスンの終わりにですね、重要なことを要は言われてしまうと、次やるのにまた1週間後になってしまうということがあるわけです。なので、そこを最後に言ってもらうんじゃなくて、やっぱ途中でできるだけ重要なことを言ってもらうということがコーチの技量としては試されるわけですね。まあ当然気づいた時にしっかりと言うっていうのが一つではあるんですけれども、当然その最後の方で気づくっていう場面も確かにあるのはあるんですけど、できるだけその最後の方にあまりまとめて重要なことを言うっていうのではなくて、散りばめていくことがやはりレッスンの中では重要だと思います。習う方から言えば、できればそのね、言われたことを忘れないようにメモをしておくとか、やはり心に刻むとかっていうことで、次の時のレッスンに生かすことが重要になるわけですね。だからそこを皆さんがからしても、できればやはり忘れないように心がける、忘れないようにメモをしておくっていうことを習慣づけることが、より良い自分の中でのレッスンになっていくと思いますので、そこも一緒に気をつけてみてください。はい、こんなコーチに習ってはいけない7つの特徴、その5ですね。これは持論が強すぎて個々のプレーにはまらないということですね。これはやはりそのレッスンをする、まあコーチの中で、やはりその自分のプレーをこう積み上げていく過程が当然あったわけですね。で、それがやはりその自分独自のこう積み上がりというのがやはりあるわけです。ただそこにはその自分なりのこう積み上がりというのが、人とちょっと違って積み上がっていくと、どうしてもこううまく全体のレッスンの中から言うとハマらないっていうことがよくあります。で、これはなかなかちょっと何とも言えないんですけれども、自分のコーチ側の成功体験をもとに持論ができるんですけど、その持論が強すぎてしまって一般の人にはちょっと受け入れづらいということがまあまああるわけです。なので、当然そのコーチがいろんな技術論だったり、体力の部分だったりっていうので、レッスン技術とか体力構築とかに、やっぱりある程度勉強をしていく中で、一番いい過程をしっかりとイメージできてればいいんですけれども、そこからちょっとあんまり持論が強すぎて離れていってしまうと、なかなか一般の方には受け入れづらくなってしまうのかなと思います。なので、できればその持論が強すぎて、ちょっとうまく受け入れられないっていうことがあれば、いろんなコーチを見るというのも選択肢の一つではあるので、そこは、まあ、当然習ってるコーチが一番だと思ってやるのは大切ではあるんですけれども、自分の中でもやはりちょっと少し いろんな意見をですね、少し入れるということ、当然信用しててそれに沿っていくっていうのは、それが一番いいと思います。
ただ、その中でのちょっと別の要素っていうのを入れながら自分の中でのやっぱり構築、さっき言ったように持論を展開するというのはやっぱり自分なりのこう積み上がりがあるわけですから、自分の技量を上げる中ではそういう自分自身の積み上がりっていうのも皆さんの中でも必要になってきますので、そういう部分をちょっと入れながらですね、コーチに前進を置くんではなく自分でも考えながらやっていくということが必要になっていくと思いますので、そこをちょっと取り入れながら練習を積んでいってみましょう。はい、こんなコーチには習ってはいけない7つの特徴その6ですね。これはプロのテクニックをダイレクトに教え込もうとしてしまうコーチということです。プロの技術というのは当然理想なんですね。理想の技術テクニックなんですけれども、当然そのプロというのは厳しい練習そして厳しいトレーニングを経てテクニックができるわけです。なので、当然、体力、テクニックについては、練習量がプロレベルでやってるわけです。それを一般の方が、やはり真似をするというのは、かなり遠い目標になるわけですね。で、そのためには、やはりその、同じだけの、例えば体力であったり、技術的なものであったり、ということが必要になって、言ってしまうわけですね。それをやはりその表面的プロのテクニックを表面的に真似をするというところにフォーカスをしてしまうとうまくいかないのもそうですし、体力的に負担が大きくなって怪我をしてしまったりということがやはり多くなると思うんですね。どれだけそのプロのテクニックを一般の方ができるところまで落として噛み砕いて、ここまでやる、要は要素をしっかりと教えてあげるかということがすごく重要になっていくと思うんですね。なので、そのプロのテクニックを表面上で教え込もうとしてしまうのではなくて、やはりそこの中にどういう要素があって、その要素が一般の方には参考になるというところまで落とし込むことをレッスンの中で取り入れていくコーチを見つけていくことが重要になっていくわけです。なので、そこで、例えばフェデラーとか、まあ、ナダルとか、ジョコビッチとかいると思うんですけれども、そこのテクニックの中でのどこの要素をしっかりと捉えるかということを、コーチの目としてですね、見て、しっかりと生徒さんに伝える。ということ。逆に言えば、生徒さんが、そういうプロの表面的なことを真似ることを、どういうふうに指摘をして、要素を落とし込んで、その人に合うようにマッチングさせるかということが、いいコーチの条件になってきますから、そこまでしっかりと、プロのプレーを見て、落とし込めるかどうか、というところの知識ですね。皆さんは、判断をしていくと。まあ、どういうふうに教えてもらえば、そのプロのテクニック、の要素として取り入れられるかというのを教えてもらうということを軸にできるだけ習っていくということを覚えていきましょう。はい、こんなコーチには習ってはいけない7つの特徴のその7ですね。これは誰に向かってアドバイスしているかわからないコーチです。これはもう7つ目なんで最後になりますけれども、要はレッスンをする中で、まあグループであればやはりレッスンを大勢の方の中でやるわけですけれども、よくあるのはやはりそのアドバイスが誰に向けて発信してるかっていうのがよくわからないっていうことがあるんですね。当然何々さん何々ですよっていうふうに言ってもらえればわかると思いますし、名指しでですね、しっかりとアドバイスをするっていうのは基本にはなるんですけれども、それが遠いところでどうしてもこう発信する人が特定されにくい中で言ってしまうと、その周りの方が当然迷うわけですね。本当は言われてない人がね、全体的に言われたと思ってやってしまうとかっていうことがどうしても起こるわけです。そうではなくて、できればそのピンポイントでその人に教えてるっていう状況。まあ全体であればその全体の中でどういうことを注意してやってくださいねっていう全体注意としてアドバイスをするっていうことと分けて、やはりね、分かるようにしてあげるというのがいい部分にしていく特徴にはなるんですけれども、そこをやはりその曖昧になってしまうと、いいレッスン、いいアドバイスをしたとしても、やはり効かないというか、伸びない原因になってしまうので、できるだけそれをしっかりと教えてもらえるコーチというのを意識して、行ってみてください。そういうチョイスをしていくことによって、やはり自分に合ったコーチを選ぶということになりますので、ということを踏まえていきましょう。
はい、まとめです。こんなコーチには習ってはいけない7つの特徴。1つ目、デモンストレーションをミスしてしまうコーチ。2つ目は、年齢の高い人に野球を教えてしまうコーチ。3つ目は、ラリー練習の時に自分が練習をしてしまうコーチ。4つ目は、レッスン後に重要なアドバイスを入れてしまうコーチ。5つ目は、持論が強すぎてここのプレーにはまらないコーチ。6つ目は、プロのテクニックをダイレクトに教え込んでしまおうとするコーチ。そして7つ目ですね、誰に向かってアドバイスをしているか、わかりづらいコーチというところ。この7つ、まあ、当然特徴あります。で、その特徴を少し捉えてですね、よりまたいいコーチに習って、よりレベルアップを目指していきましょう。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。コメントはすべて見させていただいております。高評価やコメントをどんどんいただけると嬉しく思います。また質問とかですね、わからないこともどんどんコメントをしてみてください。このチャンネルは一般テニスプレーヤーの方にテニス上達のポイントだけではなくためになる情報を発信していきますので、見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。現在4万5000人の方に登録をしていただいて見ていただいております。まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録のボタンを押していただいて、その後に隣のベルマークが出てきますから、そのベルマークを押していただくことで最新の通知が来るようになりますので、そちらもぜひ一緒に登録をしてください。毎日テニス上達のためのメルマガを配信しています。こちらはテニス上達のためになる情報をメルマガで配信をしていますので、この概要欄の下に無償のプレゼント付きのメルマガ登録ができる URL が記載されてますので、そちらから登録をお願いします。また Facebook、Twitter、Instagram にも投稿していますので、そちらも一度見ていただければと思います。はい、これからも様々なテニスに有用な情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。